なんと。もうみんな見てくれたかな。マリナ好き。あ、ゆいちゃんありがとう。生写真欲しい。メッセージって個別メッセージはあのポストカード、ここにさメッセージ入りポストカード付きって書いてあるやろ。このポストカードにマリナがその買ってくれた人にメッセージを書かせてもらいます。生写真に書くのはねっていう話になって、でもなんかメッセージやっぱ書きたいなっていうお話を、そのやっぱどっちかだけの人もおると思うからさ、せっかくだからメッセージも書けたらなっていう話をしながら撮影しとったらね、ちょっとこれは裏話なんやけど、だからもう本当に本当に私ちょっと自分で言うのもあれやけど、和服がもうめちゃくちゃ漏れて、撮影の時になんかカメラマンさんいつもデビュー前のアシャかアシャ撮ってくれてる方で、もう毎回バニクルのアシャ撮ってくれる方なんやけど、カメラマンさんがその人の撮り方がめっちゃ良くて、でもうめちゃくちゃ漏れて、でなんかこれ生写真だけにするのもったいないねってマネージャーさんが言ってくれたの。だからポストカードもつけてくれるってなったんで、もう皆さん迷ってたらポチってください、お願いします。そう、すごくない？ビジュアル系、でもマリナあの写真はあんましっかなとも思ったけど、そうそう、マネージャーさんが選んでくれたのよ。あんまり会えなくてごめん、親が東京遊びに来たのでガイド中だから、おう、うん、来れる時じゃ来てね。もうマリナたちもね、バニクル今東京ライブ少ないからな。あ、地道な橋屋さんこんばんは。あ、マリアテロありがとう。そう、単独グッズめちゃくちゃ嬉しくて。ところで僕の好きな人って誰ですか？でも19日って言ったってことは、ってことはですよね。そう、スタジオ撮影やってほしいって。そうそうそう、なんか水代さんと白物さんの葵ちゃんが卒業グッズやってたから、でマリナその話出てなくて、ダメ元でなんかバニクル1年目だからまあ無理なのかなって思って半分諦めたんだけど、まあ言ってみるだけ価値あるかなと思って言ったら、なんかあ、じゃあ何日に撮影埋め込むねって言って、スケジュールパンパンだけどって言ってねじ込んでもらいました。だから朝からだったのよ。ポストカードにメッセージ、そうそうなのよ。あ、すぐるさん、やっほー。どっちも買っちゃってください、買ってくれるなら。そうそうそう、和服がめちゃくちゃ漏れて、いや本当に本当に、だからね、なんか告知の画像になんか本当は生写真のなんかどんなのっていうのを写真載せたいって言ってたんだけど、言ってたんだけど結局この告知載ってなくて、そうそうそう、なんか分かんないと思うんですけども、まあ後でツイートしようかなと思ったんやけど、まあこれ先に言ってもいいか。あのね、珍しく笑った写真が多い、笑ってる写真が多い。いつもだったら口閉じて済ましてるアーシャとか結構口閉じてんのばっかだけど、今回ね、あのマネージャーさんがね選んでくれたのがほとんど笑ってるやつで、歯出してなんかそれがずっとね、かわいいかわいいとかってなんかあの印をつけていってくれてて、もうテンション上がっちゃってめちゃくちゃニッコニコで撮影してカメラマンさんもね、もうめっちゃ優しいからさ、なんかあ、今の角度いいよ、もう一回もう一回とか言って、あ、いい感じ、いいね、かわいいかわいいとかって撮ってくれて、もうめちゃくちゃノリノリでそう撮影楽しくやりましたんで、皆さんもうオンライン普段なら買わないよって方も、やっぱ卒業記念って人生で一回しかないし、もうね多分袴着ることない、卒業式ないし袴着ることないと思うので、絶対にゲットしてほしいなって思います。あ、ノブ福岡行くよ、待ってます。何なの？チェキサイン必要だった。ん？今日はどんな名言が生まれないよ。あ、タルチョー。今日は買わなきゃだって。ぜひぜひ。あの水色のやつだけやんね。どういうこと？袴よさげな予感しかない。いや本当に十分で言うのもあれだけど、良き良き本当に。あのね、これはあれか、お花持ってるのか、なんか本当にめちゃくちゃ先にチェキを撮ったのね。先にチェキを撮って、あのその後カメラ撮ったんやけど、なんかチェキで
いいのが撮れすぎて、でなんか、あ、ちょっとこれこんな感じで写真も撮りたいですって言って撮ったやつもあるから、マジで楽しみにしてほしい。あのね、本当に本当にそう、めちゃくちゃ嬉しいの。壁修理屋さんのほなみさん、違うよ。そうそうそう、行ってみるの大事でしょ。え、どっちも買うよ。やった、ありがとう。じゃあたくさんカキカキするね。いや違うよ、なんかいつもはさ、なんかアーシャとかさんこうやってでしてんのが多いやん、こうやってチェキもさ、チェキ多分オンラインのチェキ販売笑ってるの届いてる人少ないと思う。チェキ上手いのあんま笑わんけんさ。どっちも買う。えー、タルちゃんありがとう。そう、マネージャーさん仕事でき、そう、めっちゃ仕事できなの。だから昨日のあの髪型だったのは、そう、撮影やってたから一日でやってくれて、そう、まあ多分ね、レタッチは入れてないんだけど、なんかあのちょっとした補正ね、なんかこうアホ毛ピーンみたいなのとか消すとか、なんかあのここクマひどいから消すみたいな、顔こすんのかわからんけど、レタッチはどんな風にいつもしてもらってるのかわからんけど、アーシャは多分綺麗に編集してもらったものを出してるんだけど、でもなんかあの普通に時間がないから、もう卒業、もう次の年度入っちゃったし、そうそうそう、だからレタッチお願いしたら帰ってくるのも遅いねっていうことになって、これレタッチいいかいらないとか言われて、まあ写真見たけど、まあまあまあ漏れてたので、あ、まあ別にいいですなくてとか言って、多分そのままないままなのかな。もししてくれてたら仕事マジで早すぎる。どうなんだろう。でも昨日のうちにもう写真は送ってもらったから、あんまり何だから、ワンチャン選んでくれて、選別してくれて、画像、今日の告知画像も作ってくれたんだと思う。めちゃくちゃ早くない？もうやばすぎる。珍しく笑った写真が多い。えってんてん、なんか今日ほなみさん大人です。今日ほなみさん大人です。大人ほなみさんです。どっちも買ってください。明日相談させてください。わかりました。俺が買わない人って出て、あ、クロッピーさんこんばんは。俺が買わない人、あ、俺か、そうやね。いや、どうも、まさか今日ちょっとね、名言はないよ。何セットずつぐらいあるのだろうか。何が何が、オンライン買わないのに定評のあるタルチョ、え、なのに買ってくれるの、もう最高やん。成人式の黒ならここへ。黒はないです。え、僕も呼び捨てたのが、あ、すぐるって呼んでいいの、オッケー、そんなことはない。めっちゃ似合ってるよって、ありがとう。そう、先にチェキ取ったんですよ。いや、もうね、あ、カラッチありがとう。アイテム争奪戦、いやね、めっちゃあるから、ほんと多分ね完売は出ないと思うってぐらい、ちょっといつもの舞取ってもらったんで、ちょっとね余すのはちょっとね悲しいので、できれば皆さん買ってください、ゲットしてくださいね。あの前言ったっけ、なんか完売出なかったチェキって普通にさよならしてるだけだから、そうそうそう、だったらなんかちょっとでもみんなの手元にメッセージ付きで届いたらなって思ってるから、そうそうそう、まあよければ、せっかく書く読む、名言ないよ。もし買っちゃったら笑ってください。その買っちゃってくださいみんなで難しい感じ、やめてやめて、そうやってマリナをいじめないで。花見さん最近ライブの、最近のライブめっちゃ迫力感じててすごーっとなってます。ほんまに、なんでやろ、別にいつもと変わんない、やる気の問題、やる気上がってきてるからかな。ちょっと見てくれとんやね、ありがとう。ねねのコメントどれについてきますか。どれにもついてきません。そう、いつもの倍です。いつもの数がどれくらいかによるな。それはちょっとあの他のファンの方に聞いてくださいな。生写真は完売するかも。なんか生写真は何枚用意っていうのは多分今、どうなんだろう、なんか昨日をどうするって考えてちょっと話したのは、チェキはもう枚数取っちゃってるからあるんだけど、多分何枚かだけ用意してて、それ以上に
あのみんなの注文が多かったら増やしてもらえるって感じだと思う。ワンマンのくじで使わないの？使わないね。そうだね、使わないね。みんなあれでしょ、ペアのチェキしか来たことないでしょ。羅列ね。え、それ前の訳がわからん、意味合いがわからん。羅列って何と思って読まへんかった。チェキ買うか。お、ほんと、え、痩せてないよマリナ、逆に太ったんだけど。オンラインチェキ買っていいか一旦財布に話しかけました。なんて返ってきた、お財布さん。大学楽しかったよ。まあしんどい方が大きかったけど、友達はね本当に、ライブもあのファン側として見に来てくれる子もいるぐらいだから、本当に楽しかったですね。なんかすごい、なんてやろ、友達に恵まれたなって感じだからね。そうだね、一番学生時代で充実したんじゃないかな、大学の2年だけやけどって思う。まあ初めは対面じゃなかったけどね。結構見てます。偉そうに聞こえたらだけど、なんかこのメンバー歌うまくなったなとか、え、感じることあるんや。え、じゃあ結構あれか、自分のあのファンの人じゃなくても思ってくれてる人はいるってことなんだね。まあそれがただただ伝え、思ってくれてるで止まってるだけで、生写真は何枚でもできるんじゃ。そうだから、ある程度の枚数は決まってるって言ってた。でみんながいっぱい注文してくれたら増えるって感じ多分。表情上手だなとか、おお思うんやそれ。生写真は無限か、どうだろう。マリナ的にね、あのね、ポストカードの写真がめっちゃ漏れてて、生写真もあのね、めっちゃお気に入りのやつはちょっとこれは欲しい、入れてほしいって言ってあの入れてもらったやつがあるんだよね。でなんか、え、これ漏れてる、これ可愛いって言ったら、マネージャーさんも、いやこれが一番可愛いと思うって言って、なんかめっちゃあったんだよね、いいっていうやつが。なんかスタッフさんと言ってたのが、なんかその写真スタジオアリスみたいって、あの何、カタログの人みたいっていうの。昔行ってた現場が生写真メッセージ買ったからちょっと懐かしい。そうなの、そうそうそう、どれとか、いやだからもうそういう系はいらないって、やらないよ、使いすぎには気をつけるんやでって。あ、じゃあ OK ってことやね。じゃあまあ11はゲットしてくれると、少なくとも11はゲットしてくれると。あは抽選次第で考えるか、どういうこと。前のは周りの人に恵まれてる傾向はあるよね。そう、いやそんなこともないけど、まあ一番大学が平和に暮らせたかなって感じかなってだけで、全然恵まれ取るお友達とかもやっぱいるから、そうそうそう、そういう人は大切にしたいなって思ってる。でもね、ワンマンとか呼びたいけど遠いからね、こっちに来てる子ぐらいしか呼べないんだよね。短大短大、私まだ二十歳よ、22歳じゃないよ、二十歳よ。シングル出るんだよな。レニーかどっかで特典会ループしてるの友達に見られてたの恥ずかしかった。どこ、マリナか見られてた。もしかしてポストカードも無限、どういうこと。そう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 、え、これかわいいって言ったらマネージャーさんも印つけてて、え、やっぱこれかわいいよねって言われて、ありがとうございますみたいな。え、スタジオアリス伝わる。伝わるかな。まゆちゃんだ、また半分寝てたけど来た、おはよう。あ、はお、白鉄に名前変わってる、白鉄光さんだよね、こんばんは。ケイヤこんばんは。
大学は無事に卒業し、ご両親との約束果たせてよかったね。それな、本当にもうどうなることかと思ったけど、明日楽しみ。パパロッカ星よく出てきた、もっと湧いちゃい。4月になっちゃったけど、卒業おめでとうございます。ありがとうございます。そうそうそう、大学無事卒業しました。あ、マー君やっほー、こんばんは。あなたと同じ、あー、あれはウエストだね、フォーマンライブかな。大阪で単独やって友達呼ばなきゃね。うわー、ちょっと遠いけどね。二度目まして、わかるよ、寒くなってきた。 いろんな推しのオンラインチェキ同時に出てめちゃくちゃ頭抱えてる投げちゃダメよまあ時期かぶることあるよね。そう、香川でやりたいけどね。マリアちゃんってダンスしなやかだよね。え、本当に、え、でも見たことあるってこと。バニクルケイヤ、誰推しだろう。友達、友達ね、ほとんど香川にいるからね。いい感じに低くて、まあ声低いよね、他のメンバーと比べたら。知ってろー、写真スタジオのかな。あ、そう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 、あの表現ね、スタジオアリスっていう表現は、そうそうそう、ちゃんと写真屋さんで撮ったみたいな感じ。リッチーさん、ヤッホー。明日残業の可能性低いから申し込んだ。どういうこと。まだ販売開始しとらんよ。ウッチーこんばんは。お、こんばんは。バニクルで体柔らかい人、硬い人は、だ誰だろう。でもね、バニクルさ、意外と体みんな硬いんだよね。なんだろうね、微妙。あれ、去年の基礎レッスンの時ぐらいかな、体の柔らかさ見たの。なので多分まだマリナ他のメンバーよりか柔らかいはず。新体操やってたからね、一応。でももうカチカチ。なかなかハードル高い。いや本当にそう。だってやってさ、みんななんか橋渡らなきゃだからさ、無理とかやれたらもうやった意味ってなっちゃうしね。そう、難しいよね。え、香川でイベントやったらみんな来てくれる？来れる？でもお仕事とかあったら難しくない？あ、つーちゃんこんばんは。別にバニクル強い人いないよ。香川でイベントしたいよね。なでもイベントするってんだ、単独になるんじゃない。スタジオアリスって聞くと七五三のイメージが、七五三じゃないけど。あ、小豆島、前に一回だけ行ったことある。小豆島高一の時に一回だけ行ったことある。あれ、二十四の瞳のロケ地、ロケ地、ロケ地。みんな硬いそう、みんな、うん、固めかな思ってやる。多分みんな硬い。そう、しおりとかしおり確かに硬いかもしれん。マリナダンスめっちゃ滑らかだった、かっこよかったです。え、本当にありがとう。まだ1回しか見たことないのに言ってくれるのめっちゃ嬉しい。体の硬さには自信あります。じゃあちょっと今度前屈してもらおう。そう、新体操やってたの。もう開かんね、中学生やけん。もうだって5年経っとる前に。しかも、そう、前世やってたのが中学生だから、そう、なんかあんま試合出れてなくて、 A チームだったけど、そうそうそう、結局ね、早退出てないんだよね。ギリ最後の最後で外れたから、 A チーム。そうだから前な、前に本当になんか部活真面目に頑張ってた割に早退どれも出てないっていう。土日、そう、多分遠征はさすがに土日、学生組が無理だもん。帰省できそうだからありです。そう、あのね、地元帰ったら帰省できるよ。この前の福岡もみゆはお家帰ってた。自分案外柔らかいっす。柔らかそう。
そんなにみんなめちゃくちゃ柔らかいって人はいなかった。橋渡るのそんな苦痛なん？いやーなんかさ大変そうじゃん、わからんけど。場所の問題よりタイミングで、ね、あそう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 、それそれそれ言いたかったの、タイミング。うどん付きなら考える、あれ、あじゃあワンドリンクがワンうどんですみたいな感じ。高松空港めっちゃ便利。えでも高松空港の近く駅ないやん、結局そっからどうやって行くんって感じだろ。知らないんだけどあれは愛媛、え直島、直島って香川何やっけ、小木島メギ島みたいなのは香川なんかな、岡山やっけ、えちょっとわからん。涼子はみんなが思うほど強くないよ、可愛いバブちゃんです。久しぶりにマリナイナー乗りたいし予定空いたら、みんな意外と来てくれるん。前屈じゃ一人たい一緒に撮る、こうやってし横、じゃ横向いて前屈しようねめっちゃおもろいのなりそう。あ直島は岡山やって、お腹が邪魔して前屈難しい、じゃあ頑張って絞らないと。草健こんばんは、みんな人たち来てよね。え でももう身体は戻れないな、ちょっと無理だな。つくらせみんなそんなこと言わないの四国に行ったことないから行きたいのはある。じゃあちょっといつかバニクル連れていく、香川頑張る。香川に行く機会できるよね。そうやね、何かしらないと来にくいよね香川。レンタカーほらやっぱみんな車が必要だって。ワンうどんちょっとしんどいです、あしんどい人いたわ香川の友達呼んで車出してもらう、あね地元近いんじゃん。あれ直島は香川って言ってる人もいるよ、岡山だって、岡山ですが言うから岡山です。ワンドは話題になりそうねそうワンドいいじゃない、ワンダシならいけるかも、マジ。あカズノブヤホー、輝せするか、じゃあちょっともうちょっと待ってて、みんな頑張るから、みんなうどん食いながらライブ見るっていうか顔す吐くよそんなの絶対吐くよ、うんない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 よ。まあぜひみんな香川行ったらうどん食べるしかないね。いややっぱ うどん有名だし、ワンドリーうどんはマジで求めてなくて笑ったじゃあみんなお店食べに行きましょう。まゆちゃん第一印象強そうだったけど最近かいねーと思ってる。本当に白鉄鋼さん結構初期にしか話してないかもしれない、そう結構強そうなイメージあった。全然強くないしめちゃくちゃ泣き虫だし、まあこんな感じでね、もう涼香に言われるぐらいだからそんな感じの人です。まあ配信の感じこの感じす、この感じがすだからまあこんな人だなって思ってもらえればうどんショットか、あケイイチさんやっほー、お初見マークだ、ありがとうございます。カレッチさんとフュージョンしたの僕です。そうなの、早くりこれ どれが名前だよ、デコポンさんでいいのかな。こんばんは香川頑張るね、秩父ヶ浜有名だよ香川で、香川様は都会、いや全然田舎です。わあドマレコさんとコラボ行きたい行きたい、ツーマンライブで香川遠征、あゆちと一緒に行こうよあゆちと行きたいとか言って全然まだ話してないけど、話しかけるのちょっとコミュ障出ちゃうんだよね。遠征民来てくれないともう香川のお宅めっちゃ少なくなった。いや確かにアイドルさん絶対減ったよね、マリナがやっとった時よりね。香川県だった、そうだよ。しまなみ海道楽しかったしフェリー楽しかった、瀬戸内会の思い出、え行ったんだね、いいじゃん。ラブサイダーの落ち旅うどんショットあるな、やめやめ、四国行ったことない人結構あるんか、
だよ。いやいいね。香川行くとうどん食べ過ぎて太っちゃう。ああまあ確かにうどん美味しいしね。つるっていっちゃうから。カッカの写真アップさせていただきました。おマリナの？ありがとう。オフ会マリナとうどんやツアーワンちゃん。いやないな。マリナそんなに食べれんぞ多分。うどんって結構ねお腹いっぱいになるよ。明日の晩ご飯うどんにしよっと。おすすめのうどん屋さんはね特にない。結構チェーン店でも美味しかったりするしね。スタッフさんノリでワンドリうどんやりそうだから。大丈夫やんないよ。このマリナちゃんが好きでしょ。酔ってるでしょ。あノリこんばんは。やっほー。大阪の街乗りだけど諦めて東京行くことになりそう。えでも大阪結構今まで行ってたんよ。だって大阪ツアー雇ったぐらいやで。ヒカルちょっと遅かったね出会うのが。大阪ツアー雇ったんよ。メイナさん明日こそ話しかけてきて。いや無理だよ。だって会わないよ絶対。同じ建物だけど。熱いうどん屋と長時間待ってんのしんどいから冷たいうどん悩みますね。何うどんが一番好き？結構肉うどん食べるけど昔はざるかわかめうどんずっと食べてた。愛知と愛知マリナ釣りショットきてつけてくる。豪華すぎる。美穂が愛知と写メ撮ってたよ。それ多分マリナがいない時なんだよね。マリナがいない時なんだよね。ちょうどねマリナが出てるライブねドマレコさんかぶってもう前後すぎて喋れないんよ。どっちかがどなんかの準備してるから。長野にそば食べに来てよ。行くか。行くか。遠征するか。そばの旅へレッツゴーみたいな。休みだけど長野遊びに行って。こっちに来てくれてもいいんだよ。カツオたたきフェス行くか。本州から出たことないから本州が出るのは最初は四国行きたい。行こう行こう一緒に。蛇口ポンジュースを堪能したことあります。わかる。前のも一回だけある。川って東京ドームできる屋台列車あるから。そうなん？マジ？そんなんあんの？これなんて読むの？寝るに大ってなんて読むんこれ。あヒロこんばんは。今日楽しかった。釜揚げ行ったく。大阪ツアーのタイミングで出会ってなくて膝から崩れ落ちた。そう終わっちゃったんだよね。しかも名古屋のツアーも終わったからさ残すは東京ツアーだけっていうね。ちょっと座ったからちょっと画角がこうか。東京ガチで美味しすぎるうどん屋さんがあるのでおすすめしたいです。どこか送ってよ。ここだよって DM でもリプでも。ちょっとあのコメントだと忘れちゃうから。次の土日で大阪来てほしかった。なんで？なんかあるの？遠征はうどん3軒も回してる。遠征名うどん3軒も回してるよ。だってすごめっちゃくっついてるよね。まあ仲いいからでしょ。わかめうどんの時期あるのわかる。わかる。マニクルの好きな街ツアーってる。全国ツアーねやりたいよね。肉うどん好きすぎて。わかる。最近マジ肉うどんしか食べてない。香川って骨付き鶏はマジで美味しい。ほんまに特にビール飲む方絶対美味しいよ。前の飲まないけど。寝台って読むん？読めんよ。寝台列車。寝台列車って何？ベッドがついてる列車ってこと？ねえ、言ったマリナ寝たいって言った？口から出てた？めっちゃ普通に心の中で読んだつもりが出てた。キツネうどんしか勝たん。お揚げさん美味しいでな。毎日大変よね寝たいもんね。ただもうやばいの。配信すればするほどバカバレるのなんでだろう。感じが弱いだけだよ。ちゃんと勉強はしてきたから大丈夫。安心してみんな。しばらく大阪にいるの？前の大阪の時だったらよかった。
めちゃめちゃユニクロ屋さんみたいなのどこか分からんのよ。覚えてないのか。ユニクロ全然こっち来てくれんからやんだね。大阪までしか行かんよね。高松サンライズセットという列車があります。あ、夜中に走る電車ってこと？その列車。え、そうなんや。一角の骨付き鶏ね。ガチです。いや、ほんまに。え、食べたことあるのか。あ、そうだ。いい意味だったら全然いけるか。ほうれん草も入れると最高。え、初めて聞いた。いや、読めんよ。読めんかった。レモンとかオリーブとか。あ、オリーブはめっちゃ小豆島有名。レモンも有名なんかな。みかんも美味しいとこあるし。あ、松屋やっほー。わーいやって。香川美味しいもの結構あるよ。やったいでしょ。言ってた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 。ビールに親鳥だな。だってマリナはひなだな。わかひなだな。どっち呼び。みんなさすが純白のてんてんてんじゃないんよ。あ、ピンさん間に合った。味覚も美味しい。マジで味覚の方が多分食べやすいかな。ホテルみたいな電車なのか。あ、間違え方可愛いからユキですって。大丈夫大丈夫 OK だって。そう、横浜にあるよって言われるけど、横浜までね行く時がないよね。それだけのためにっていうのも。そのうちバニクさん気まぐれで浜松にも来てね。浜松のあれだよ、パーキングサービスエリアは結構寄るよ。あ、ユキニャー。マジでユキニャ。これ本当にユキニャね。え、久しぶりすぎる。あ、本当にユキニャだ、このトップが。久しぶりすぎ。何しよったん。めっちゃ寂しかってんけど。上さんに言ってはカガでやりたいって。いや、言ってる言ってるけどできないんよ。大阪にもあるん。じゃあちょっと遠征行ったら行くしかなくね。丸亀本店の一角はたまに行ってました。おお、あ、そういうことね。丸亀、この間香川で初めて一角行ったけど美味しかったでしょ。横浜出された。違うよ、だって遠いやん。ちょっと横浜って夢タウン作ってください頑張りますお腹減ってきた。前の今日食欲やばくてちょっと今日出てたんだけど、外に帰ってきてからめっちゃ米食べたし、しかも今日は玄米じゃなく普通の白米を食べたし、クロワッサンも三日月の食べたし、永遠とホワイトチョコレートを食べてました。あ、やばいね本当にって思いながら。まあでもね、食欲には勝てなかった。サービスエリアもう使ってんやん。だって寄ってくれんもん。おにぎりつけるの好き。わかる。キャベツも美味しいよ。キャベツもマリナってる。お、なんて読むんだろう。初見さんありがとうございます。渋谷に何のお店か分かんないけどなかったかな。なかったんですよ。なんだこのルームいるとお腹減るタレチョもっと食べていいよ、細かったし。うーん、なんて読むの。千クラブって読むの。なんて読むこれ。遠いでしょ。食べる流れが昨日と一緒で笑ってるえ、昨日そんなに食べたっけ。昨日、え、いやでも昨日は朝から夜まで食べてなかったから大丈夫。昼ご飯食べてなかったから。お仕事が全部詰め詰めだったんで昨日は。間時間がなかったから。しかも最後のお仕事も30分マネージャーさんがちょっと遅れるのを連絡してもらって行ったぐらいだから。シャーンクラブ。あ、合ってた。え、千クラブって読むのそれ。なんかさ、数字と英語って掛け合わせたら違う読み方するの多いやん。横浜市民の立場ないやん。でもみんな神奈川の人横浜だったら横浜出身っていうよね。あれ、愛知だったら名古屋出身っていうみたいな。春キャベツはいいね。あー、甘くて美味しいみたいなやつ。サウザンドクラブ。あ、ほら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 、こういうのこういうの読み方が違うやろ。千って言わんやつやん。ちなみに代々木にめちゃくちゃおすすめの豚汁屋さんがあるんです。え、
ちょっと惜しいところ全部みんな送って送って、行きたい行きたい、近くでライブとかあったら絶対行けるやん。照れちゃうじゃん照れとんか。あ、チェキ届いた、タルチョ。これもしかしてサプライズだったら、ちょっと言ったらあーだけど、タルチョに書いたよ。明日うどんに骨付きだれ乗せるからよ。どういうこと、骨付きだれ別の方が絶対美味しいよ。ほぼ変わらずですが、何か呼んだあ絶対に遠征ついてく、後で気が向いたら送っときます。じゃあ気が向いてくれるように祈っときます。センクラだって、高松出身ってよく言うね。あまりのは別にはないな、香川出身っていうな、香川の方が分かりやすくない。よく台湾やってるからそのうち来るよ。え、ほうなん、材料で作ってるうどん屋があって結構おいしい。おお、魚もまあ確かに海近いしね。竹丸さんこんばんは。あ、じゃあなんかもう一回あれに戻そう、お話。人増えたし、今日じゃないな、もう昨日か。私の卒画面紙じゃないって、卒業のオンライングッズが、あ、どうしようと、テロップ、まあいっか。みんな見てくれましたか、初めの方からルームに入ってくれている人はもう聞いたかなって思うけど、そうそうそう、めっちゃさ、すぐじゃない、テロップなんて書けばいい、テロップってなんて書けばいい、なんて書けばいいんだろう、テロップってむずくない、しかもな、字数決まってんの、なんか20ぐらいしか入れれんのよ。テロップって何書けばいい、負け話詰めてるみたいで新鮮、新鮮とか言わんといてよ。4月5日22時申し込み開始、あ、ありがとう。あ、そうやって書くの、まるで1回目みたいな話し方で演技始めようかと思いました。マリナちなみに演技めちゃくちゃ下手ですあははめちゃくちゃ下手です。あ、オンライン袴チキってこと、とりあえず書いとくか、袴チキ、あー文字がどこにあるか分からん。オッケー、いいんじゃない大学生活一番の思い出は、なんだろうな、これと言ったことをしていないが、あれなんだよね、学外研修も本当は最後じゃなくて一番初めにやる予定だったんだけど、コロナになってなかったから。一番の思い出というか、まあでかいのは全部実習だよね。和服美人配信中、いやでもなんか和服感ないからちょっとキモくない、卒業記念の写真はいいねでしょ、そうそうそう、あれね、5種類って載ってたっけ、生写真5枚セットのポストカード付きです。赤羽めっちゃ漏れたよ、落胆したことない、前の全部振る落としてない、全部履修したやつ全部取ってる、一個も落としてないよ、イエーイ、ほら賢いでしょ。ツイッターの告知見てくれるかな、見た、やったー、舞台再生しないね、私出ないね。
あ、カンニャはうまいと思う、マリナから見ても。コロナかぶったマジで。そうだから初め結構あれなんよ、オンライン授業だったわけ、パソコンで授業してた。無限に写真待っとるよ。お、そうだよ、みんなねポンコツとか言うけどね、純白な方とか言うけどね、あのね、お勉強はね頑張っ、あ、でもね、なんて賢いわけじゃない。今まで全部頑張って人並みにしてきた人だから、別に頭がズバ抜けて、ん、頭がズバ抜けて他の人より頭が飛び抜けてるものもないし、かといってなんかどれも全然できないかって言われたら、多分どれも中途半端にできるしみたいな感じ。だから運動もそう、あ、球技はそんなにできないけど、そうそうそう、だからなんて言うんだろう、めちゃくちゃできないっていうのはないかも、全部標準みたいな。昨日リーダー配信見た、食べるの早い？ん？どういうこと？マリンの食べるのそんなに早くない。パソコンはね、うーん、なんかちょっと授業でやったけど、でもあのあれなんだっけ、何月のお便りとか作る方の授業だった、保育だから、あのそうね、もう二度と純白のとか言いません。いや全然いいよ、それはそれで面白いから。単一つも落としてないわ、さすさまじく、すんごい、本当に。え、でもなんかそれが約束のうちも入ってた、単位落としたら絶対許さないみたいな親の感じだったから。広く浅くてよ、あー確かに広く浅くってことね。そうだね、単位一つも落としたならやばい、落とさない人とかいるんですね。え、みんな落とすものなの？え、絶対落としちゃいけないと思ってたから全部取って、しかもね、なんかママには余分取っときなさいみたいな、もしどれか落としてもあの単位が足りるように余分何個も取ってなさいって言われたから、何個か取ってたかな。そうだから意外とカツカツ、2年だし。マリナに保育されたいわ、ほんと。教え、なんて言うんだろう、子供見ることしかできない。マリナ容量良くないよ、全然ギリギリになんないとやんないタイプ。保育だより、保育だよりっぽくライブ告知作ってみてほしい。え、絶対無理落としまくったの。大学1年の時半分ぐらいしか単位取れてない。え、みんなそのものなの。お昔何個か落としましたよ、何か結構、え、みんな結構落としちゃってるのだね。語学再々履修したけど、おうおう、意外とみんな落としててびっくり。落としはなかったけど顔は多かった。ああ、評価ね。マジでそんなに。陽気に選択していくつか落としても OK にしてた。やっぱそうなるよね、そうするよね。学業との両立本当に頭が下がります全然そんなことないよ。語学の授業再履修した。3年生で1年と一緒に受けてた。おお、まあ4大だからできたことみたいな。9割ぐらい渡してる、本当に。ああ、ワイマツさんいっぱいありがとう。卵が降ってきてる。何分までにしようかな。ねえねえ、何時寝るかな。意外とね、気づけば1時間とかしてるからね。うち短大でほとんどの授業を取って170ぐらい単位取った。え、短大って170も取れるの？前ね170取ってないよ、100ぐらいだった気する。間でね、だから 2,3 週間実習を5回行ってるから、そもそも授業が飛ぶんだよね。しかも高血ならないの、実習やばくない？だから5回しか休めないのに実習で3回休むからさ、前期で、前期後期バラバラで5回ずつしか休めないからさ、もう鬼かと思って。だからできるだけあの授業行って、そっから楽屋の入り時間は遅れるけど、まあライブには間に合うみたいな感じでいつも
学校にあのに荷物メイク道具とかアイロンとか衣装とか全部持って行って、なんかちょっと家出少女みたいな荷物の多さで学校行って、終わったらそのままあのダッシュしてた。ライブ会場やばいよね。そんなことしてたって今考えたら。卒業できたら一緒だから大丈夫。まあ大丈夫、卒業できたから。もしかしてお風呂持ち、ううん、お風呂ねえねえ上がってるよ。4台でフルはほぼ無理よ。そうなの。プッテキャンさん、かわいい、ありがとう。アイドルになる人ってなんだかんだ頭いいよね。そうなのかな、わかんないけど。まあでもなんて言うんだろう、別に学校の勉強が できてもさ、まあできなくてもできてもさ、喋りが上手とかさ、なんて言うんだろう、ファンの人のことを考えて行動できる人が結局さたくさんいて残ってるからさ、そっちの方が大切な気する。アイドルのうちは勉強ね、どうなんだろうね。まあマリナはただただ大学行くって言って、大学行ってからアイドルしてたから、そうそうそう、優先が学業になっちゃってただけで。システムおかしくないかそれ。いやおかしくないんだよね。語学の先生頭先に行きましたよ。高血ならんのやばいよね。そうそうそう、ならんかったんよ。だから一回遠征行くからって休んで、実習で3回休んで4回欠席の授業あったし、普通に2回授業休んで、遠征で2回休ん1回休んで、もう遠征から帰ってきた次の日が目覚ましを最大の音で鳴らしてても起きれないぐらい多分疲れてたんだろうね。もう起きたら昼で、授業終わっててほとんど、今から行ってももう授業出席扱いになんない時間みたいな、昼過ぎまで寝てて一回飛ばしたことはある。でも大体全部欠席4回で止めてるはず。だって4回プラス遅刻1やったらギリない、5回プラス遅刻1だったらもうアウトなんよ。これダメだったからね。英語の単位4年の前だから、そのリーダー落ちて、最後のリーダーが落ちた。え、どういうこと、どういうこと。家出少女だとやべえ、それくらい荷物が多かったってこと。そう、予想以上にハードだったね。あー本当にもうできない、あの生活は無理だ。だって毎日4時間しか寝てなくて学校行ってた。まあ学校でちょっと落ちてたけど、ほとんどテストと提出物と出席さえしとけば、まああとは自分で勉強すればなんとかみたいな。実習の間授業ない。いいな。1回しかなかったよ、夏休み中に1個実習あったけど、あとは全部普通の期間にあったな。しかもそれもマリナが選んで、あ1個冬休みにあったんかな、マリナが選んでわざわざ夏休みに入れたっていう。でもりょうて4年ずっとバイトです。そう、なんか4代の人結構多いよね。1、2、3年で詰め込んで4年生楽するみたいな。それだけど、めっちゃ取っとるやん、すごい。そう、大荷物だった。でもマリナは漢字が苦手なだけね。そうでしょ、多分そこについた職業にのことができればどうにかなるって思っちゃってる。賢いにはいろいろある。そうだよ、そうだよ。演技もなんだい。えとして確かにその通りでしょ。最初の福岡、いや、TGC の時、北九州の TGC と最初の福岡休んでない気がする。だいたいね、みんな普通に行ってたんだけど、後追いで行ってたこともあるし、逆に授業が終わってそのままみんなの移動車と合流してたこともある。起きた瞬間にめちゃくちゃ日差し差し込んでた時の絶望感やばい。いや本当にそう、パッて見て、やばなったっけ、パッて見たら昼過ぎてる。もう全力で落ち込んだ。
もうなんて言うんだろう、無断なんだっけ、あれ欠席じゃないや、欠席か、出席、欠席、無断欠席したことなかったから、休む時全部先生にあのチャットしてたから、いついつ休みます、いついつの授業休みますって。そうそうそう、教育学科系は出席厳しいと聞きますね。そうなんよ、本当か、もたまちゃん偉い、ありがとう、優しいね。勉強できるできない、社会人になったらマジ関係ないっす、こっちの方食ってる、だって。じゃあ前のも社会人になったら頑張ろうと。保育系だと5回でした、そう5回やった、5回。ようかんさんこんばんは、かわいいやった、ありがとう。レポートの提出嵐だったの、え、理系ってレポートなんや、文系かと思った、レポートって。いや社会人だけど違うじゃん、業界が違うじゃん。チェキ届いたって太郎が代行してくれたか、そう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 、太郎が最後にね、なんかそのタルちゃんに書いてって言われて、でお話ししてて、マジありがとねって言って、タルちゃんに伝えといてって言って、最後バイバイするとき、待って名前聞かせてって言って、あ、タラです、あ、オッケー、ありがとうって言ってバイバイした。理系多いんだ。マリナはね短大だから卒論はなかったけど、ゼミでレポートなんて言うんだろう、ゼミのはあったから、1年の後期からずっとやってたね、子どもの自己肯定感についてってやってた、自分が低いから調べてやろうと。保育士って国家資格だよ。保育士も幼稚園教諭も調理師も国家資格だと思うよ。ベビーシッターだけは多分違うね、なんちゃら協会みたいなやつだと思う、国家資格じゃないと思う。ピマの話聞いてる自分がいかに真面目じゃないんでしょ、大丈夫よ、みんなどうにかなってるから。あ、45分で終わるね、ちょっと書いとこう。のゴールデンウィークに帰った時に来てるって、お了解、なんか仕事取りたいねと思ってるだけだと、だけど取りたいよね、でもいろんなのあるから、なんかちょっと挑戦してみるのいいかもしれん。見たくなってきた？じゃあ自分でこう遡りな、卒業研究、もうやりたくない、この自己肯定感とかお互いそのままハマりそう、いやそんなことなかったよ別に。デイイチさんこんばんは、そうもう終わるところ、エヴァをテーマにした、え、すごいこれ、いやもうね伸ばせない、ネーネーが寝るから、ゆうかにボールペン字講座受けるか、うわマリアもそれやった方がいいやつめんどくさいとかやないで、とりあえずフォローしておきますね、ありがとう。じゃあちょっとさ、もうちょっとで終わるから、とりあえずランキング読んでスクショしよう。13位エリシアさん、12位サンロクさん、11位西枕さん、10位ホイホイさん、9位キリア、8位シマヤン、7位ダイカン、6位スグル、5位ミミリンさん、4位カラッチ、3位ワイマツさん、2位トウイ、いちいち道の走り屋さん、ありがとうございます。今日もパチ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 、ボールペン字上達した成果を手紙で、お書いてくれるんかい、手紙スクショしますかね。お二人ともいい夢見てね、いい書かんのかい、スクショしようか、昨日と違って結構大人っぽさんです、私。あ、テロップを消しましょう。じゃあスクショどうぞ。
大人めマリナさん、大人めマリナさん、いやカフなの尽きちゃって、誰やお手紙めんどくさいとか言ってんの、しんどいか、結構嬉しいよ、何があるかね、何があるかね、2年前めちゃくちゃ書いてたの、髪トゥルトゥルではないけど、まあサラサラではある、大人前サザエさんっぽさ、サザエさんっぽい、ほんとこれはね、なんかワンピースだから、何があるかな、みんな何してるんだろう、もうちょっとで終わっちゃうよ、これ全部閉めたらやばいことになるよ、ここまであるよ、閉めません、何があるかな、遠くしても別に服装変わんないか、イイイ、逆に近く、あ三脚、わあ画面いっぱいマリナだ、何がありますか、何があるかな、あ、髪をまとめポーポーって、でもこれ下ろしてる、こういうこと、こういうこと、ポニテみたいな、ニコッとニコッとって何、おめめ、もう終わんないと、もう終わるよ、これはねえねえの服、よいしょ、じゃあもう45分になったので、あ、それ OK 合ってた、うん、手紙3回ぐらいしか書いてない、あ、じゃあそんな感じで今日は終わりにするけど、今絶賛明日から、明日の22時からあのマリナの個人でマリナの卒業を記念の袴オンライングッズが販売されるので、皆さんぜひぜひゲットしてください、またあれだね、チェキどんな感じだよって載せるね、早いうちに忘れないように、あ、あきひろおやすみなさい、やっとコメントしてくれた、今日も初めからおったんかい、ぜひぜひゲットしてください、また明日も告知するね、販売期間そんな長くなかったから告知するので皆さんゲットしてください、じゃあマイナーが縮小して終わりにしよう、よいしょ、どれとかな、なんかこれ全部中途半端な顔しちゃうんだよね、なんかもしたいか、まあいっか、オッケー、こんな感じでみんな明日もお仕事だと思うので、もう終わったら早く寝てください、こんな感じでまたやるねーみたいな感じですること多いと思うけど、見に来てください、じゃあねー、みんな早く寝てねー、おやすみなさい、バイバーイ、ゆっくり休んでね、おやすみー。